はい、えー。ということで、えー、本日は2012年4月28日に、えー、放送されました、えー、ローカル路線バス乗り継ぎの旅第11回、高松一世間について、えー、今回はちょっとですね、検証の方させていただければと思います。えー、走行距離が550キロ、500キロ以上にも及ぶという非常に遠いルートということでございます。で今回のバス旅なんですけども、えー、これは番組側のあ、まあ、ミスというでしょうかね、えー というところがあって、基本的にはこう路線バスを乗り継いでいくというところで、えー、かつ、えー、高速バスは乗り入れることはできないということで、えー、まあ、バスがない区間は、まあ、歩くのみというところになるのかなというところなんですけども、えー、今回その一つのミスというのがですね、えー、その高速バスを使えないというところですね。えー、ただこれというのは条件付きで、まあ OK に えー、した方がいいのかなっていうところが今回ちょっと見えたところでございまして、えー、高橋から伊勢、まあ、どう考えても赤鹿行き大橋を通りますよね。えー、瀬戸大橋とかね、島並海道とか、えー、その他本州に渡る方法っていくつかあるんですけども、えー、島並海道は、過去ルート通ったように、えー、東北間でなんとか、えー、乗り入れることはできるんですよ。ただ、瀬戸大橋と赤鹿峡大橋って、えー、結局高速バスでしか乗り入れてないんですよね。これはちょっと 番組側の下調べがちょっと足りてないのかなっていうところなんですよね。なので、高松スタートから考えたところで、まあ、結果的にゴールは成功したというところで高速バスで何とかね、乗り切ったっていうところがあるんですけども、もし番組側のルールに乗っ取ってやるんだったら、あのー、本紙に渡れずに終了してしまうというですね、これは番組側に責任が問われるのかなと思います。 もし仮にこれをスタートをね、えー、別のところからやり直すとすれば、まあ岡山の偕楽園とかですね、えー、そういったところから始まれば、えー、まあなんとかその高速バスを乗り入れずに、えー、ゴールはたどり着いたんではないかなというね、えー、そんな感じでございます。えー、ということで、まあ一個のルートをたどってみると、まあ正解ルートをほぼほぼたどっていったと言ってもいいでしょう。まあゴールできましたからね。 えー、高松からまあ、引田ですよね。まあ、これはまあ、鉄板のルート。そこから引田からなるとえー、そして、まあ、えー、そこから、えー、淡路島南のところまで。えー、まあ、結局、ここの区間っていうのも、あれなんですよね。えー、あの、東北間では、ああ、渡れないということで、こうなると今っていうのを、えー、結果的には高速バスに、えー、なったということで。 まあ、その後、その、淡路島から、まあ、北方向には、まあ、その、コミュニティバスが乗り入れてまして、まあ、それで何とか、え淡路島の、まあ、北端に、えー行けまして、そこから、まあ、結局、また高速バスに乗って、え高速迷子、ということで、え最終的には、ミオというところになったというところになるんですけどね。 初日、妙なにまで来た、えー、ということで、本州まで来れたっていうのは大きかったです。そして、えー、初日、二日目とか起きまして、結構かなり二日目の、ね、タイトルは時間でございまして、えー、結構ね、小刻みにこうバスを乗り入れてた印象です。ただ、二日目も距離をかなり稼ぎまして、えー、奈良県は奈良市まで、さらに、えー、東側に、えー、まだ行けるっていうですね、 え、そんな、ああ、ことでもあったということで、なんと10時台まで普通にバスがあったということで、え、エビスさんが疲れてしまってそこで今回は終了ということになったわけでございますけどね。ただこれはもう少し行ったところでは大して距離は、えー、大して距離というかですね、えー、着く時間っていうのは変わらなかったというところでございまして、まああそこで休めたっていうのはね、まあエビスさんたちにとっても、えー、まあバスの時間っていうかそういったところでも、まあ、ああ、 特に大した差はなかったのかなと言ったところです。さあ、3日目ですね。えー、若干東大寺をこう散策したというところで、まあ、東大寺を散策できたというところで見ていくとね、まあ、そういったところでは、ああ、止まりで3日目を歌ってところですよね。さて、3日目はちょっと距離はね、えー、稼げなかったですけども、家白ネはなんとかね、えー、着くことができました。まあ、東北間もほぼなくといったところでね、えー、さらに、東大寺ですとかね、四十八滝をのんだりすることもできたということで、 えー、忍者博物館とかそういったところの観光も、まあ一応できたということで、でちょっと旅らしきものはできたというところですよね。で、4日目はね、家城から、まあ三重県に入ってますから、あとラストスパートといったところだろうかなというところなんですけども、まあ、ここも東北間もほぼなくということでございまして、えー、伊勢神宮まで、えー、まあ乗り入れることができたということでございます。 えー、この栃原からです。栃原から、えー、中林、えー、差し口。えー、この間っていうのはね、ちょっと東北区間を挟んだんですけど、まあそこまで、まあ大した距離ではないので、まあこの区間っていうのはね、えー、まあ一行にとってはね、まあほぼほぼ、まあ楽なルートで辿ることができたのではないでしょうか。えー、というところでございます。 えーまあ、今回はね、ちょっと番組側の,のミスということで、えー、高速バスでしか行けないっていう区間を、えー、入れてしまったっていうところですよね。これはちょっと番組の下調べが全く足りて,足りてないのかなっていうところなんですよね。えー、かつて第2回ルートにね、東海道の無謀なルート、日本橋から三条大橋、京都の三条大橋ってね、えー、無謀なルートをね、えー、計画していたり、えー、高速バスでしか、えー、乗り、えー まあ乗り切ることができないルートをね、えー、選択したりとちょっと無茶苦茶なルートなんですよね。えー、まあ、ここら辺っていうのがまだちょっとルールが完全に安定してなかった時期というところもあるのかなと思うんですけどね。えー、結構番組側も無茶やりますよねって感じですよね。ということで本日はご視聴ありがとうございました。